皆さんこんにちは、田辺梨紗子です。今日はなんか時間ができたのでゆるっと動画を回してみようかなと思っているんですけど、実はね、2日前くらいにロエベのバッグを買ってしまいました。なのでこれのなんか紹介と、あとなんか私が最近ハマってるグッズたち、こういうカッサとかマッサージオイルとかリップが取れづらいリップとかの紹介をしていきたいなと思ってます。ちなみに今私のバッグの中に入ってるのはマスクと折りたたみ傘、今日は雨なんで、あとお財布とジェルハンドソープ、イソップ、エアポッツとフリスクネオ。これめっちゃ美味しいんだよね。これ8万4000だったかな、税込みで。ロエベのバッグってそもそも革なので30万くらいするんですよ、こういうサイズのやつ。でも私できるだけ動物の革を使ったものを持ちたくなくて、だけどロエベっていうブランドが好きなのですごい欲しさはあったんですけど、これはまあちょっとこういうところはさておきなんですけど、紐みたいなのがくっついてできてるからいいなと思って買ったんだけど、でこれも入ってるんです、リップ。最近お気に入りのリップたちも入ってるので、それをちょっとね紹介していこうと思います。まず今つけてるのはこれ、メイベリンのなんかセーラームーンのねやつなんだけど、135番のやつ。これすごい良くて、本当にねこのパッケージの色みたいになるんですよね。しかもドバドバ出てこないので持ち運びやすいで、多分マットなんだけどそこまでマットじゃないので乾燥もしにくいしおすすめなんですけど、この状態で、まあ、コーヒーとかを飲むとこうなりますよね。これにキスミーっていうリップが落ちづらくなるコーティングみたいなリップをつけていきたいと思います。最近よくつけてて、なんか他のやつも試してみたんだけど皮がめくれてきたりとか、カサカサしてる縦のラインがすごい見えるみたいなことになってしまって、それの方が嫌だっていう感じだったので、3つぐらい目で見つけたこれが結構良くて、マスクにもつきたくないので一回ティッシュオフをします、この状況で塗った上で。でまあこんくらい取れたらこんな感じで残るんですよね。けどこれだと結構乾燥するので、リップ美容液、私がいつも使ってるモディブリッププランパー D を塗っていきます。ちなみにこのロム&のこういうやつもあるんだけど、ロム&のこれはグロスなのでオイリー感が取れてしまうようなイメージ。これは美容液なのでそんなにね取れない、ちょっとだけ塗る、この上からもう一回色をつける。で次に色をつけるのはロム&の15番。これはなんか薄めの感じ、さっきのよりは、なのでオレンジっぽくなるのでこれを最近つけてます。これは正直ちょっと液がドロドロしてるので持ち運ぶときはすごく丁寧に1週間に1回ぐらいこの辺をキュキュッと掃除しないと、もしかしたら暑さとかで漏れてくるかも。さっきより明るめのオレンジっぽくなりましたよね。この色がね私のベストカラーですね、最近の。んでもう一度これをつけます、 Kiss me。なんかねこの状態でいると本当にオイリーになっただけなんだけど、ティッシュオフして初めて、あ、だから取れないんだっていうのが分かるようなね食感になる、食感こんな感じで残る。でマジでこれ全然取れないから、さすがにご飯食べてお手洗い行ったりすると若干取れてるなぐらいだけど、もう全く取れてることはねあんまりないです。ちょっと鼻かむっていう感じ。これおすすめ、撮影の時とかこうやって動画回す時は結構たっぷりつけてます。では最近あった喜怒哀楽全部の話を発表したいと思います。まずね、喜びは、私梅酢が好きで、どうやって作るかわからないけどとにかく梅酢っていうのがあって、それをおばあちゃんがいつも作ってくれてたんだけど、今年も送るねって言ってお母さんとおばあちゃんと2人で今作ってくれて、で今こんな感じだよみたいな写真が送られてくるんですけど、それが届くのが楽しみ。それ喜びで合ってんのかな。ドアね、
昨日の話なんだけど、昨日も雨降ってて、車乗る人はわかると思うけどさ、車ってさ、こう角にこう駐車してる時ってさ、カチ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 っていうのをつけておかなきゃいけないじゃん。だけどそれをつけてない車がいたの。だからもうもはやそこに止めて、その中には入ってないんじゃないかと思ってたの。その車なんか暗かったし、雨で中に人がいるかいないかわからなくて、3メートルとか5メートル先ぐらい私からして、で私がこう斜めから来て、こうやって見て、あ、来てないなと思ったんですよね。でその車は止まってる、そのまま傘を差して前に出ようとしたら、ビューンって来たの、その止まってた車が。なんかさ、普通さ、こうカチカチカチってやって、こっから右のウインカーを出して右にこう、右にというかまっすぐ入っていくんだけど、だけどその右のウインカーとかも出さずに、本当にね、本当に引く気だったんかと思うくらい、私が来た瞬間にビューンって来たので、ふってなって、もうこうやってやったからさ、びちょびちょじゃん、こっち側ビシャーってなって、でそしたらその車をビーって止まって、ここで、でそしたらね、私と同じぐらいだったのか、その人がね、中指立ててきたんです。私がこの辺にいたとして、ビーッって言って進んでったの、真顔で。もうピッチーンってなって、めっちゃびっくりしたんだから。さすがにね、ほんと注意しようかと思ったけど、けど今でもイラついてる。だからこれを買ってしまったのかもしれない、ストレスで嘘っていう感じ。次は、愛って何？悲しみ。悲しみは、あの最近あった話で言うと、都心に私今住んでなくて、湘南の方に住んでるんですけど、都心の方に行くことがあんまりなかったんですよね。なかったっていうか、ないようにしてた。まあコロナも落ち着いてきて、もう週7で都心に行く仕事が増えてきてしまったんですよね。でそうなってくると、やっぱりね、湘南の方から行くっていうのはすごく時間がかかるんですよ。電車の往復の1時間半くらいがもうすっごく時間の無駄になっちゃうっていうことで、引っ越すことにしたんですよ。でそうするとさ、湘南の方たちさ、すごい仲いい方もいっぱいいるので、とかとあんまり会えなくなるなっていうのはね、最近のね、すごい悲しみ。なんかこうぼーっとした時に泣きそうになるくらい悲しみ、それくらいかな。あ、楽しかった話はね、最近ね、 YouTube のコラボのお話をたくさんさせてもらっていて、その中でいろんな人に会うんだけど、例えばムキムキの人とか、大食いの人とか、あと TikToker とか、この1週間本当にめっちゃ会ったんですね。 4,5 人くらいに会ったの、まあ仕事も含めて。みんなのテンション感が全然違って、めっちゃ楽しかったなかなかクリエイターの人たちってすごいそれぞれが違うから、何かしらの理由がないとあんまり会わないじゃないですか。だから会うと、なんかすごい面白いみたいな、今まで会ったことなかったけどめっちゃ面白い、めっちゃ気が合うみたいな人とかいたりして、楽しいですよね。人生のイメージとか、 YouTube とかもそうだし、インスタとかもそうだけど、こういう風な写真が撮りたいなとかって自分の頭だけで考えてることだけど、他の人の風がこう入ってくると、また違った考えが出来上がってきたりして、すごいね、勉強になりますね。いいなぁと思いましたね。この動画の、何個前だろうな、 2,3 個前くらいに上がると思うんだけど、トランポリンのロケに行ったんですよね。それがめっちゃ楽しくて、でもすっごいもう筋肉痛っていうか、なんか皮膚痛、網とかにさ、こうぶら下がってグッてやることってあんまりなかったので、この辺の筋肉痛と、あと皮膚がめちゃめちゃ痛かったの、2、3日、ちょうど今日治ってきたぐらい。すっごい楽しかったから、ぜひ行ってみてほしいな。ということで、今日はただぼーっとした動画を撮ってみましたので、作業用というか、暇だし見てやるかっていう人はこれを見て、高評価とコメントとチャンネル登録をよろしくお願いします。あのコメントはしっかりと全部見ていますので、ぜひこういうのをやってほしいとかあったら言ってください。ありがとうございました。バイバーイ。